このハイウェイは結構整備されてるんですけど、今日はちょっといまいち整備されてないですね。42マイルで走ってます。42マイル、60キロぐらいですね。おお、トラックが登れないでストップしてますね。整備されてないです。トラック1台どうしたんでしょう。あの多分いやーガンガン吸いまくってるな。おおおおおお、これね、僕のどれぐらい前かな、結構前にね、1台ゴルフが後ろから来てね、先に行かしたんですけど、ゴルフの方が車高高いのかな。ゴルフ行ってくれればね、釣らなくていいかななんて思ってたんですけど、寒かったらね、雪がもうパウダーで
サラサラなんですけど、今日はね、結構ね、気温が高いんで、普段に比べると、雪が重いんじゃないかなって気がしますね。前の人が遅いから後ろ結構詰まってきて、もう8台ぐらい、何台1、2、3、4、8台ぐらい詰まってます。すんな、滑ってます。白くなっちゃうとね、すごいね、路面がすごい見にくいんですよね。これ反対から来る人も結構ね、危ない人多いんで気をつけないと。あ、この人いいな、この人ウインカーつけて車線に突っ込んでいきそうな感じ。もう反対車線にもう除雪車かと思ったら普通のトラックだった。すごい、タイヤもブリブリ滑ってる。これこれぐらいだったらまだいいけど、もっときつ急な勾配ね、多分無理でしょ。これみんなトラックのせいで渋滞、大渋滞。
い雪積もってるな、前のトラック2台に。車来た。あ、前に除雪車。まあ楽に走れるけど、このペースかなり遅いです。今ね、40キロ。接されてればもう楽勝でしょう。お、さっきの人が抜けたぞ。この前の人どんどん飛ばしていきそうな感じですけど、どうでしょう。80キロ。
バックカントリースキーやスノーボード、ここの辺ね、アラスカのまあそういうバックカントリーのメッカですね。やばいやばいやばい、ちょっとゆっくり、これでも休憩したいんだけど、なかなかね、お、やばいやばいやばい、まだ前方が確認できません。まあでもこれね、前にね誰か走ってるとね結構楽なんですよ。どうした？なんか立ち往生、プレッツァ車高低いけど頑張ってます。トラックに負けてません。これでも本当ね、路面がよく見えないから怖いです。またね、この正面にね車止まってんじゃないですか。ここがね、僕の友達がみんなよく来る、誰か知ってる人いるかな、 スキースノーボードバックカントリーのメッカ。めちゃくちゃ今日は来てますね。車止めるとこないです。スキースノーボーダーにしたらね、もうこんな豪雪の日は嬉しくてしょうがないでしょうね。ここからずっと下りですと思ったけど、なんかえらいのんびりしてはる人がいますね。この人かなりゆっくり行きそうな感じ。そう見づらい。そのマシンたちもハマっちゃって出れない。すげえ滑ってるな。大丈夫かな。諦めて除雪を待った方がいいんじゃないでしょうか。前の人の、すごいトラックの人抜かしてんちゃったよ。やるな。
抜きていこう。はいはい。